ファジタジスタのコーナー行ってみましょう。わー、今夜はこちらです。はい、お、来ました。よいしょ、サインボールです。はい、今回は湯たんぽ初登場、ディフェンダーの篠原浩二郎選手です。今回サインをもらったのはファジアーノ6年目、24歳にしてレギュラーポジションを獲得しましたディフェンダー39番篠原浩二郎選手。細かいサインなんですね。これが漢字で、はい、なんか篠みたいな感じなんですよ。竹冠で、ほう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 、はい、これが、まあ、腹で真ん中に背番号書いて、ほう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 、そんな感じ。これじゃあ背番号変わったら変わるんですか、サインが。そうです、中の番号だけ変えてるし、いつも。前半戦は怪我で離脱。第21節京都戦、6年目にして嬉しいプロ初ゴールです。ファジアーノの攻撃的なディフェンスとして期待がかかっています。怪我明けでチームに貢献できてなかったので、インパクト残そうと復帰してずっと思ってましたし、でうまくゴールできたんで、後半戦つなげれるかなとは思いましたけど、もう何点か行きたいとこですよね。あと 2,3 点は行きたいですね。お、欲がどんどんなんか出てきます。そんな篠原選手、性格にやや問題が。みんな仲いいですけど、はい、基本なんかあんまもうみんなで一緒にいるのあんま好きじゃないんで、どっちかというと自分のなんかリズム崩したくないというか。へえ、それ結婚できないパターンですよ。でしょでしょって。いや、それちょっと思ってんすよ。思ってるんですか。これやばいなっていう。やばい、そういう危機感はあるんですか。ちょっと自分の思い通りにならなかったら嫌なんでしょうね、多分。自分でそう思ってますけど。はあ、結構ですねそれ。でしょう。だから後輩なんですよね、言うこと聞いてくれる。言うこと聞いてくれるか。そうそうそう、そういうことっす。ひどい。好きな女性のタイプを聞いてみると、落ち込んじゃう時もあるんで、なんか常に明るい人。ああ、ずっと笑顔で一緒にいてくれるような。そうですね。で、割と自分のわがままも聞いてくれるような。いないでしょ、そういう人。いないですよ、いないいないいないですよ。そこは、うん、まあまあ合わせますけどね、自分もそら多少は。じゃないとやっぱりね、逃げられるじゃないですか。逃げられる、ね、その通り。好きなタレントさんとかいるんですか。長谷川京子って分かります。分かりますよ。可愛いし綺麗だしみたいな、どっちもあるみたいな。ああいう感じの可愛い綺麗系、そして明るければ、そしてできれば我慢を聞いてくれれば。いないですね。いないよね。というわけで、悪いコスワという方、はい、こちらまで。お願いします。お願いします。団体行動が苦手な篠原選手、はい、でもですよ、先輩には合わせないけど好きな女性には合わせるんですね。あ、そういうことですよ ね、 いますね、こういう男の人ってね。美しいお姉さんにはね、24歳ですから ね、 ね、まだ先輩ばっかりですよ、後輩ほとんどいませんからね、はい、どうやって生活をするんだっていう感じですけどね。そうですよね。その篠原選手のサインがこちら、はい、凝ったサインですよ ね、 そうですね。初ゴールを決めた時は50件ぐらいメールが来たんですって、はい、でこれだけ自分のことを応援してくれる人がいるんだったら、うん、なおさら頑張んなきゃいけないと思ったそうですよ。元日本代表の牧選手からもメールが来た、はい、熊本のチームメイトで。なるほど、それだけ皆さんが期待してますからね。わ、はい、かりました。どんどんゴール決めてほしいですよね。これからは団体行動を大事にしてほしいですね。第28節ギラバンツ北九州戦は8日土曜日、ホームのシティライトスタジアムで午後7時キックオフ。スカパーからのお知らせです。スカパーではテレビ、スマホ、PC、タブレットでファジアーノ岡山リーグ戦を全試合生中継しています。ぜひこの機会にスカパーで応援してください。さらにスカパー J リーグ公式サイトではファジアーノ岡山のハイライト動画やニュースを無料配信中。ぜひチェックしてみてください。詳しくはスカパー J リーグで検索してください。